はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでライナーさんですね。はい、じゃあこちら一つ CZX 本日発売です。はい、で今日発送でします。まだ間に合います。ちょっと順次、はい、やりますんで。よいしょ。はい、6パック入ってます。でパック取り出してハサミでチョキチョキ上をパック切ってから、はい、よいしょ、開封です。よいしょ。ご依頼ありがとうございましたね。まあ、店長が代わりにあの開封して動画が残るというシステムで、まあ、商品的には非常にいい内容だと思います。先ほどワンケース PB ねご注文いただいた方の開けたんですけど、すごいですね。もうまあ 大当たりでしょうねっていうのが、もう2枚ぐらいこうケースで6箱ケースで2枚ぐらいポンポンと出てきちゃうぐらいです。はい、じゃあよろしくお願いします。当たるといいですね。はい、上の方まず4枚ぐらいがレギュラー。あ、これは交換券ですね。何のやつだろう。オートグラフカードの交換券ですね。はい、これ R の1番ですね。でこれはちょっとお客様の方で送っていただく形式になるか、うちでちょっとやるか、今ちょっとメーカーさんと、はい、話してますので、これサインの交換券ですね。よいしょ。はい、2つ目です。レギュラーも50種類ぐらいなんで、あ、コスチュームかな?コスチュームのダブル。あ、はい、メリッサ入りですね。199、これはスーパーガールですね。クラーク・ケントとのデュアルなんだ。おー、あ、そうですね。はい、こうだね。はい、コスチュームとサインが出たので、あとは、スケッチカードか。199、これパラレル、スーパーマンのパラレルです。これはインサート。はい、ヒートウェーブのドミニクさんね、スコフィールドのお兄ちゃん。これスターパワーというインサート。人気のあるインサートです。あ、スケッチカードですね。どうでしょうか。多いんじゃないですか?おー!いいね。うん。なんかこのキャラいましたね、そういえばね。レジェンド・オブ・トゥモローかなんかで見たような感じです。ブラック・キャット、はい。おー、いいっすね。はい。ジェリーさん。ジェリー・ベネット。サインがめっちゃかっこいいですね。スケッチカードがかなり、これはいいと思います。スケッチもやっぱりこのライセンスがあるので、創作で書いちゃいけないんですよね、はい、その場面でしか版権がないので。あ、あとワンパックだ。ちょっと待って、コスチュームも入れて。コスチュームいいですね。うん、スーパーマンとスーパーガールってことでしょ。で最後、はい、お、スターパワーのパラレルだ。あ、はい、フラッシュオヤジ55尻、ここの色が金色なんですよね。はい、それでパラレルでシリアルが入ってる55となります。はい、ということで、よいしょ、フラッシュオヤジのシリアルとレギュラーのシリアルと、コスチュームがスーパーガール、スーパーマン、デュアル。で、サインはレデンプションですね。R の1番です。後日、まあ、多分、好評になるんじゃないかと思います。あと、インサートとパラレル。で、スケッチが、こ
これはかなり程度がいい方だと思います。はい、かなりいいですね。アメコミって感じで、はい、こんな感じですね。まあほぼみんな主役ですもんねはい、ということで、まあレデンプションの方はね、まあご自身で送られてもいいですけど、ちょっとお待ちいただいて、まあうちでできればという感じですけど、はい、となります。よいしょ。やっぱこれかな、かなりいいですね。なんかコスチューム見ると、この黒いコスチュームだから、ブラックキャット、キャットウーマン、キャットウーマン、ブラックキャット、何でしたろはい。じゃあ、ポーカーですね。左のタブが店長で、右のタブがお客様。で、お客様先行で3回押します。1、2、3。ノーハンドですね。はい。じゃあ、こちらでね、本日発送いたします。はい。ありがとうございました。